さあ今回ね、こちらのエピックファンタジーバトルシミュレーター遊んでいこうと思うんですが、このゲームね、久々の更新がやってきまして、今までね、こう、部隊がね、まあ10万とか戦いやってきましたけど、まあある程度多いと、ちょっとね、棒立ちするやつも出てきてたんですね。なんかそれを改善するような更新が来たみたいで、ちょっと試していこうかなと。つまりこうね、横にこう、ブワッて広げていけば、こうね、こうやってね、戦う面積が多いんで、戦いやすかったわけですけど、例えばこうね、縦にブワーってやると、まあ詰まってね、この後半の方動かなくなるわけですけど、これがなんか動きやすくなったみたいですね。なんで、まあこのスピアーマンを、じゃこの辺にね、ちょっと、こっちかな。ホールドだね。動かない状態で置いて、このアタックじゃなくて、ホールドね。で、敵のオークを、すごくね、細い列で、オーククラッシャーを細い列で出して、ブワーっと、こう出して 同じような人数でしょ、これね。6000対4000。まあ、ちょっとね、オークのが少なくなっちゃいましたけど、これやってみようかなと。で、まあ最初はね、こう、同じような列で進んでいくと。まあちょっともうばらけ出してるけどね。このナビゲートが変わったらしいと。で、こう戦い出すと。すると、こう後ろにいるやつは、新たなこの敵を求めてこう、ばらけていくと。これから完全包囲まで行くのかって気になりますよね。まあちょっと4000人程度じゃね、包囲しづらいですが。こう徐々にブロックがこう分かれていくと。ちょっと後ろで止まってますけど、これがどこまで改善されるかだよね。まあ、ちょっと列ができるのはしょうがないですが、一応こうすべてのな、同じような、なんて言うんだろう、列の幅になりましたね。ここからよ、ここから。さらに分かれようとするかな。こことかね、棒出してるわけですよね、つまり。そこはもうないか。さあ、縦にね、こう積んだやつは、一応綺麗にね、横に並びましたね。もっとだな。もっといるね。ちょっとここだとね、まあ、障害物があるというか、まあ、ここを左とかね、移動妨げちゃうし、もっと開けた土地で、まあ、1万しかやってないんでね、もっと多くの数で試してみようか。さあ、2回目はこんな感じで、すごい1本に並べた、まあ、3部隊いるんですけど、これで、この騎士たち2万人が棒立ちになるんで、どうやってこうね、囲むというか、こう、新たな敵を探して移動していくのかというところだね。見ていきます。弓は移動する感じにしたんで、これもどうやって動くかだね。あ、あれ？こんな中入ってっけ？今まで。もう 中から撃とうとしてるね。まだ撃たないんだ、そして。あれ、近接しようとしてる？もしかして。弓がすごく前線に行こうとしています。さあ、徐々にね、敵を求めて移動していくでしょうと。弓がすごい近くで撃ち出し始めました。大丈夫でしょうか。さあ、徐々に離れていくのかな。まあ、このど真ん中はね、しょうがないですけど、こうね、端っこの方が、広がっていくんだよね。確かに広がってってますが、まあ、どこまで行くのかと。まあ、この面積量で言えば、戦える部分で言うと、まあ、完全に囲むとこまで行けるはずなんで、まあ、この正面以外だね、横、フランクをつくのかと。戦いちょこどう あ、弓が出すぎましたね。でも弓ってなんか中に入らなかったんで、なんかこの辺は変わったのかな、地味にね。あ、でも基本正面なんだね。方位にはいかない感じなのかな。ここら辺で止まってね、思考し直すのかってことですけど、あんま変わんないですかね。まあ一応更新がね、その移動の改善みたいなタイトルだったんで、
もっとねこう包囲するみたいな感じなのかなと思いましたけど、どうですか。普通に正面から戦ってますね。まあ、人間が動かないんでね、そっちが広がらないっていうのもちょっとあるかもしれませんけど、止まってる敵に対してどんから動くのかみたいなね、そこはちょっと進化してほしいと思いますよね。あ、でも、あ、ちょっと受け出したか。でもこれくらいなら前もあったんだよね。なんかもっとこうね、始まりの段階から分かれていくみたいなね。まあ、ちょっと横突き始めたかなと。いうとこはありますかね。新たなルート探してなのかな。あ、確かに微調整の回数多くなってる気はするね。一応これ、こうやって、これ今一緒に動いてますけど、ブロック単位で動くんですね。数百人いるかな、まあ、100人くらいのブロックで動くんで、その動きがどんだけ、まあ、細かくなるかですよね。っていうのが、まあ、ルート検索とか、その辺では活かされると思うんですけど、まあ、ちょっと囲むくらいでありますかね。いや、ここ行けるって、ここ、チャンス。もうちょっと移動すれば。そう。ちょっと突っかかってんだね、味方にね。いや、もうちょっと左あるって。そう。いいよ。一回 AI 君の進化を見ていこう。ちょっとあっち側突き出た感じあるね。数どうなんこれは。あ、1万1000対1万2000か。多くが逆転してます。一応ね、期待してた弓がね、とんでもないことしでかしてくれたんで、それがね、かなり戦況悪化を招いているのかなと。久々に使ってみようか。さあ、来ました。よし、これ一緒に横から刺していこう。デス言うと怖いですからね。刺せ。あれ、全然攻撃されない。おーっと、危ないか。やばい、ちょっと助けて。よし。足んでない。痛い。もう死ぬんじゃないかな。あと半分もない。やったー。やられましたね。さあ、戦いは依然人間が劣勢と。前とね、完全比較できないからですけど、まあ、こう人間が展開する幅に合わせてるんで、そこは改善されてるのかな。ね、まあ、人間最初に開いてる、この幅ね。同等まで大きさも広がってるんで、まあ、正面に対してはなんかうまく広がっていくんだったのかな。1回刺すごとに3回殴れたらそれは死ぬよね。それはきついわ。あ、ボコボコ。あ、割れすぎる。さあ、続々とね、戦線が下がり、もうあとこんだけです。レースとしては進めていきましょう。おお、一気に来たよ。この辺地獄、全方位から殴られると、もう終わっちゃうな。逃げよう。逃げたら追ってくんのかな、これ。さあ、今回ね、この、移動を改善するような更新をね、見ていきました。まあ、このゲームは10万とか戦いするんで、こういうね、舞台の細かな動きの進化はね、シミュレートを手助けしてくれるんで、それは非常に大きな更新ではありますが、さあ、どうだ、全員がこっちに来たら、壊滅したんだろうなと。今ね、地獄のマラソンが始まっています。
一体な、お、マップの端ですね。1体8000か、それがいるんでしょうか、もう少しいるんでしょうか。すごく地獄のね、鬼ごっこ。鬼は8000人。あー、すごい、もうきついか、もうきついか、いや。おっと、スピードで言うと同じか、いや、ちょっと遅いか。ここから、そして、徐々にルートを改善して迫ってくるオークたち。どれくらいの列なのかよく見えないね。やっぱ多いね、なってみると。うまくこれをかわしていくと。さあ、まあこれね、どうせ殺されないと思うんで、これにしましょうか。Sleeping soon.